今日は整数の性質の十三回目最小公倍数をヒントに n を求める問題を見ていくよまずは今日のテーマとポイントの解説ね最小公倍数をヒントに n を求める問題問題のパターンとはこういうことだよ六と n の最小公倍数が十二。このように二つの数があって一個の数がわからない n のようになっているこの時に最小公倍数をヒントに最小公倍数をヒントに n を求める問題これが問題のパターンだ。ポイントはここなんだやっぱりね最小公倍数っていうのは指数が大きい方前回の授業で見てきたよね最小公倍数は指数が大きい方が選ばれている。これをヒントにして n を見つけ出していくんだどういうことかというとさっきの6と n の最小公倍数が12という問題だったらまず6について素因数分解最小公倍数の12についても素因数分解そうするとこんなふうに書けるよね。6は2 3求めた n っていうのは分かんない。最小公倍数12というのは2のは2乗かける3そうするとポイントの 最小公倍数は指数が大きい方と考えると2で見たときに分かることあるよね。で見たときに分かることがあるんだ。で見たときの分かることは2の2乗があるわけだからそう必ずこれ大きい方を選ぶためには2の2乗が必要。そして3で見たときには 3, 3分かることはてな3。 大きい方を選んでるわけだから3の2乗以上は NG なわけねこの2つをヒントにして N を決定していくんだじゃあ問題を見ていくよじゃあ例題見ていくよ N を正の整数とするとき N と28の最小公倍数が とななるような N をすべて求めようどんな問題かというと数が2つある。N と28そしてここだね最小公倍数が168となるような n をすべて求めるんだ。数が N と,28と2つあって最小公倍数がヒントの時にこの n を決定していくんだ。じゃあどういうふうに考えるのか まず、ね、やっぱりこういう最小公倍数の問題は素因数分解から考えよう最小公倍数の問題は素因数分解から考えて大きい方指数の大きい方が選ばれているこのポイントを使っていくよ。なのでまずは素因数分解出ている数からすると28について見てみると2で割って142で割って7が残って結構シンプルな形になったよね。 そししてこれも素因数分解しちゃおう最小公倍数である168も素因数分解すると2で割って84が出てくるさらに2で割って422で割って21で21まで来たらあとは3で割れば7となってこういう形になるよねこ。こじゃあその上でこの最小公倍数をヒントに n を求めていくよ。 まずみんなが頭の中でもこう書いてほしいのはこれだね28については2が2乗あってそして237の登場人物だから3のスペースを空けつつこういう形になる。で n についてはこれ全く分かんないただ最小公倍数は分かっているのね最小公倍数の。 今回は168と分かっているから最小公倍数168については分かっているわけ最小公倍数168は分かっているでこれを素因数分解した数というのが2は3個3は1個7は1個2が3個3が1個7が1個となるわけだ これをヒントに N どういうふうに決定できるかというとやっぱりね最小公倍数というのは指数が大きい方が選ばれているわけだからそれぞれ見ていこうこの2について何か分かかるることあるかな。指数が大きい方が選ばれているんだから2の3乗があるということはうん2の2乗よりも大きいものがないとダメなわけねこ。こ だから分からること1書こ,うこ,こにはまず分かること1。こと丸1。それは2の3乗が必要。2の3乗が必要でこうやって一個一個ねヒントをもとにして探っていくよ。今度分かること2は3について見てみるとここないよね。 っていうことは n のところに3がないと困るわけだ。この3があるということから、また分かることが出てきたよ。分かることに。今度は分かることにで、二としよう。今度分かることの二番目は、3は必要。3が必要ね。ここに3が必要だから、ここに3を置くためには。 n に3が必要だから3も必要とということが分かるさらに分かることの3番目7を見て分かることは何かなうんそれは7については28あるから OK。でもさもしここ7の2乗とか入っちゃうとアウトだよね。大きい方を選ぶんだから7が入ってるっていうことはここに入る数決まってくるわけだ。つまり 7の2乗以上は n でここはねさらに言い換えよう7の2乗以上は NG ということはこれはここに入る数1か7なんだよね1か7じゃないといけないわけだから答えを書いていくと n について考えると n=2 イコール2の3乗は必要3も必要で1か7だから または n については必ず2の3乗は必要で3も必要ちょっとこれ見にくいね2の3乗は必要そして3も必要で7はあってもなくてもよいからこういう形になる整理すると n=2 の3乗は8に3をかけて 24n=24 またはもう一個はそれに7をかけたものだから、N、イコールつまり最小公倍数と同じ数ということねこの2つが答えになるんだ。みんなが意識してほしいのはこの最小公倍数と聞いたら指数がが大きいい方が選ばれているそのことをヒントにして分かることをこうして3つ出してきて。 答えを出すこれをしっかりと押さえてねじゃあ練習見ていくよ。n を正の整数とする時 n と4の最小公倍数が60となるような n をすべて求めよう今回もやっぱりこの最小公倍数が60これをヒントにして n について決定していく問題だね。 じゃあこういう最小公倍数の問題どっから手をつけるそうだねまずは素因数分解そしてポイントの最小公倍数は指数が大きい方が選ばれているこれを使っていこうまずは素因数分解をして 4! はまあ素因数分解するまでもないけど 2×2 ねうんそして60これも素因数分解を進めると2で割って30まだ2で割れるから 15, 15は3で割って5。ということでこれは意外とあっさりいけたよねここをもとにヒント最小公倍数を使っていって n を求めるよ。4については2の2乗とかけた。で n については今わからない。ただしこの最小公倍数4と n の最小公倍数については 六十だということが分かっていたよ。で、その六十を損因数分解したものを見ていくと。二は。二つあった。つまり、二の二乗。そして。三が一個、五が一個。三が一個、五が一個。ここまで分かったよ。ここからがポイントの使いどこだね。やっぱり最小公倍数、この最小公倍数というのは。 指数が大きい方が選ばれてるから。それによって n。ヒントがいっぱい出てくるんだよね。まず二のところから見ていこう。二のところを見ていくと。ここに二の二乗がある。でここに二の二乗がある。ということは。分かることその一。分かることその一。二の二乗はすでにあるということは。 2の2乗がすでにあるということは2の3乗以上は NG になるわけね。ここに入るものは2の3乗以上は NG。じゃあ何だったらいいかっていうと1かまあ1だったらいいわけだね2の0乗の1だったら OK か2の1乗の2か同じ値2の2乗。 2を見て分かることは1か2か 2, の2乗だったら OK さあ続き見ていこうヒントとして分かるとこは3があるわけだね3があるということはここ n に3がないとこの最小公倍数の3出てきようがないから絶対に3が必要なわけだしかも3の2乗でもダメ3じゃないとダメ同じように5を見ると 5も必要ここに5がないと最小公倍数の5が出てきようがないからねつまり分かることその2分かることその2は3も5も必要ねこの後ろを見ることによって3と5両方必要3と5が必要さあこのヒントをもとに n の値決定していこう 今分かっているのは絶対必要なのは3と5で1か2か2の2乗あとはそれをかけるだから求めていくとこっちに書くよ n= イコールまず1が必要だと考えると1かける3かける5または1の部分ここが1だった部分が2に変わったらどうかそしたら2かける3かける5 または n イコール2の2乗まではオッケーだったから2の2乗かける3かける5とこの3通りに答えが絞られたわけね。それぞれ計算すると15または23が6かける5の30または4かける3かける5つまり60最小公倍数と一致する60153060 と3つが答えだと分かるわけね今回のポイントうんここだよ最小公倍数っていうのはやっぱりね指数が大きい方が選ばれているここをヒントにこの分かること2つ出して n の値を決定していくこの流れをしっかりと押さえよう今日のポイントをおさらいするよ 最小公倍数は指数がが大きいい方が選ばれているこれをヒントにして6と n の最小公倍数が12みたいな問題があったら2つ分かること出てきたよねこうして分かることをもとに n の値を決定していくこの流れをしっかりと押さえよう。